久保さん、今回割るにしましょうか。かつ、分割の分割です。あの、昨日僕パソコン壊れまして、治ったかなと思ったらやっぱダメですね。多分ね、電源周り、まあ多分ね、SSD がぶっ壊れたんじゃなくて、その、まあ、まあ調べたら、まあ、その、オレンジ色のランプがつくんですよ。で、その出るのオレンジ色のランプっていうのは電源系統が なんかちょっとあれなんじゃないかなっていうところで、その電源のバットのこの電源ファンっていうのがあって、これが寿命が4年から5年らしいんですよ。で、まあちょうどそれぐらいなんで <laughs>、ちょうど寿命かなっていうところですね。で、まあ多分多分、まあ特定はできてないんですけど、多分おそらくまあそれかなっていう。うん。まあハードディスクじゃなくて、まあ SSD がぶっ壊れたっていうわけではなく、 だからまあ、電源のそのファンを変えればまあ、復活するんじゃないかなとは思うんですけど、まあ買います。で、何を買うかっていうと、まあ久保さんがね、エイリアンパソコンを出るのか、まあ、あの、買ってると思うんで、まあ昔は出るじゃなかったのかな。はい。あの、エイリアンをちょっと買おうかなと。そう、エイリアン買いますよ。で、だいたい30万ぐらいするんですけど、なんとデルさん、今ね、 分割キャンペーンやってて36回まで手数料無料なんです <laughs> これ確かで30で出るでしょ36回かなそう36回無料なんですよ金利手数料確か36回だと思うんですよね 出る金利無料。あ、36回まで無料。金利無料ですね。つまり分割で払ったとしても、まあ支払い総額は変わらないってことで、まあ、だ三十30万で36してみましょうか。30万円ぐらいで、3000でしょ三万でしょ ?30 万割る36。月々8000円ですね。 36回だと30万でも。いけますね、全然。<laughs> 全然余裕ですね、うん。あの、活用させていただきます。はい、全然余裕ですね。そう。だからまあ、このね、パソコンも70万してるんですけど、アップルは24回までだったかな。これ金利手数料無料なんで分割で買って、70万、金利手数料無料で分割で買ってるんですけど。そう。まあ何かっていうと、その、 分割っていう、人生も分割だと思うんですよ。細かく言うと、一日を分割してるっていう、一日何やったのかっていう。ね単純に。例えば、ね、僕も YouTube の公開動画今2万本超えてますけど、一日で2万本は取れないですよ、さすがに。久保さんもね、頑張っても2万本取れないですよ、一日で。てか2万本、まあ物理的に難しいでしょうね。まあ、コマ1秒の動画だったらわかんないですけど。 コマ1秒の動画撮りまくるみたいな <laughs>。でも2万本はさすがにね、2万回のコピペもしんどいですからね、コピペするだけでもしんどいので、2万回を分割するっていうのも、しんどいと思いますね。だから結局でも、振り返ってみると2万本ぐらいなんですよ。ね今、今何本だ今ね、2万3千本ですね。2万3千本です。 振り返ったら2万3000本で、でもこれってまあ一日の積み上げでしかないんですよ。今日何やったのかっていう。今日何やったかが積み上がって2万3000本になってるだけであって、まあ一撃ではできないですから。だからまあ何かそのあー、自分が叶えたいものを叶えたいんだったら、今日何をやったかが全てっていう。今日何を始めたかが全て。今日何を始めて終わらせたのかが全てですね。 まあブログも結局毎日更新してもう2年半で記事数にするともう、もう、まだ1000記事はいかないか。360でしょ六百七百まあもう、もうちょっとで1000記事ぐらいですかでもね、1000記事を1日で書けって無理じゃないですか、久保さん <laughs>。多分ね、文字数にすると、1000文字ぐらいは、まあ1000文字、平均は絶対1000文字は書いてるんですよ。まあ、多い時は3000文字とか書くんで、 ま、あ仮に千文字だとして、千記事だったら何万文字なんですかね千かける千。千かける千ってなんだ百、千100。千かける千。一、十、百、千10 100、万、十万。百万。百万,万文字ですよ、小葉さん。百万文字書いてますね、今。百万文字。百万文字書きました。百万ですね。 1 0 0 0千1 0 0 0で100万で大丈夫ですかねこれちょっともう一回計算していいですか1 0 0 0千1 0 0 0 1、10、100、1000、万、10万。多分100万だと思うんですよね、まあ。とりあえずまあまあ書いてますね。<laughs> 文字数は <laughs>。うん。だ本当ね、毎日の積み上げってすげえ、超やっぱ、 振り返ると、やっぱね、いきなりここに到達はやっぱできないですから。だから、僕あの、ライバル、まあビジネスをやっていく上で、何すかね、まあ他者と、まあライ、ライバルいるわけじゃないですか。情報発信しててもライバル、ね、久保さんだけしか YouTube 発信してませんってわけじゃなくて、あの、いっぱい発信してるわけですよ。で、久保さんだけが FX の塾売ってんのかっていうと、百久保さん以外にも FX のスクールめくそあるじゃないですか。ね。だけど、 それなんで久保さんを選ばれるのか。てか、選んでもらわないと売り上げゼロですよね。でもそれっていうのは積み上げてきた信用ですよね。日々、日々発信して、まあ今日も久保さん多分朝ね、ライブやってたと思うんですけど、なんかね、三崎さん復活したっぽいですね。僕知らなくて、なんか久保さんがライブやってて、なんか美咲雄太さんなんとかなんとかっていう、まあすいません、ライブ見てないんですけどタイトルちょっと見て。で、あ、なんか動画撮って、アップされてましたね、三崎さんね。1ヶ月ぶりに。 うん、ちょっと見てないですけどまだ。うん、だ積み上げるのすげえ大事だと思いますね。何を積み上げるのかっていう。僕はとにかくまあ、僕が行き着いた答えはあの、何を積み上げればいいかっていうと、信用を積み上げるっていうのが多分究極だと僕は思ってるんですね。で、信用を積み上げるためには、やり続けるってことなんですよお店も。お店を構えるというか、そこにいるっていう。だからそもそも、 そこにお店がなかったら、信用が始まらないじゃないですか。お店がないのに信用します。信用というかね。なんかその関係性ゼロじゃないですか。だからまあ、居続ける、やり続けるっていうところで、あのー、信用を得られる。うーん、まあ、すごくシンプルですけども、あのー、まあ、簡単ではない。簡単じゃ簡単なんですけどね。毎日終わらせればいいだけなんで。うん これ,まあ、これやっとけば勝てるなっていう思いますね。だから僕はビジネスで商品売ってるんで、商品売るためには続けるってことですね。だこの前もメッセージいただきましたけど、吉谷さんがずっと発信してくれてたんで、まあ、あのなんだ、あのできましたみたいに言っていただいた方いらっしゃいますけど、まあ、でもやってるだけなんですけどねでもそ。でもそれは僕は分かってやってる部分もあるんで。 まあそれはなんで分かってやってるかっていうと、お客さんからの声があるからです、実際に。現場の声が。だから、発信しながら現場の声を聞いて、あ、やっぱ自分の考え合ってるなと。で、また発信していって、お客さんの声もらうと、あ、やっぱそうだよなと。だって、本当、本当にまあ僕も歴史ね、まあよく言いますけども、久保さんも言うと思いますけど、みんないなくなるんだよ、本当に。マジでいなくなりますよ。本当にもういなくなります。マジでいなくなる。 だから勝てるんですよ。僕、勝てる勝負はやった方がいいと思うんですよね。どうですかそこ、座れば大当たりする台があるんだ座れよっていうね。どうですかねううう座って、まあ、まあ、パチンコでも揃っても何でもいいんですけども、じゃあ座ったら大当たり出ますっていうのが分かってたんだったら、座、え、それ座んないのみたいな。え、そこの場所座らないんですかと。え、ビジネスって当たるか外れるかっていうね。 あのギャンブル性もあるわけじゃないですか、絶対成功できますかと、億万長者合宿に参加したら、絶対億万長者になれるんだったらお金払います、いくらでもっていうね、質問いただいたことありますけども、いや、勝てるんだったらね、座れる、座るじゃないですか。で <laughs>、ね、その方もね、いや、僕がね、いや、億万長者合宿に参加したら億万長者になれますよ、絶対保証しますって言ったら、ね、大金払ってくれたかもしれないですね。僕はそれは分かりませんって言いましたけど、そんな知らねえよっていう。 自分次第だと。ビジネスってそうじゃないですか起業したら全員が上場企業作れるんですか社長に会ったら全員がその社長は儲かってるんですか社長すごいですね。確かに社長っていう看板、肩書きはすごいかもしれないですけど、ね、えー、お店のオーナーですと。麻 <laughs> 雀店のオーナーですと。いや、オーナーなんです。赤字だけど。<laughs> 社長でも全然赤字の会社あるし、オーナーでも火の車だし、そのビジネスなんて分かんないですよ。でも分かるところがあるんですよ。じゃあやれよっていうね。<laughs> ここはもうほぼ確率的に言うと、まあぶっちゃけほぼ100%に近いんじゃないかなと。みんなやめてくっていう。この確率はほぼ100%に近いです。10年、20年、30年発信を続ける人って多分ほぼいないですね。 ほぼこの100%と言ってもいい。だ特,特にこの,この業界ですね。お金儲かりますよみたいな発信をしている人で10年後も20年後も30年後もやってる人はもうほぼいないですよ。ほぼいない。皆無です。だからやってれば勝てますから。だから勝てる勝負、勝てる勝負分かってるんでやりますよ。<laughs> ね手持ちのカードで勝てるって分かってるんだからカード出し続けますけどね。うん これはね、ありがたいですね。僕は本当に歴史も見てきたし、まあお客さんそういう声もいただいて、まあ実際にその、うーん、なんだ。まあそれが答えじゃないですか。だってお客さんがそう思ってもらって、お客さんがそうやって僕の商品買ってくれてるわけですから、<laughs> 答えでしょうね僕生きの。僕が生き延びてる理由、お客さんが商品買ってくれてるっていう、それが全てです。僕は投資やってないですから、まだ。 うん、僕はもう100%、ほぼ,ほぼ100%僕の生活っていうのは自分の商品売って成形させて,てるんで、商品が売れなかったら僕はこんなに自由な生活できないんですよ。でもその自由な生活をするための方法手段は知ってるんですよ。知ってるしやってるんですよ。発信するってことですよ。単純に。うん。本当はね、ラッキーですよね。久保さん、どう思います 僕とか久保さんみたいな人が全員ライバルだったら結構しんどくないですかそれセンスらわれますよ。ね、センスとか才能とからわれると思いますよ。だけど、センスとか才能いらないんですよ。みんなやめっから。ね、ぶっちゃけ。だから泥臭くね、しつこくやっとけばいいっていう。うん、も,もちろんそこにね、思考改善は必要ですよ。 ただやってます。ただすバット、バットを振ってます。ただ、滑ってます。ただ、やってます。それじゃだめですよ。ちゃんと考えながら、例えば商品売るんだったらどうやって売れるんだろう。じゃあ、こうどうやったら売り上げ伸ばせるんだろうな。なぜ売れなかったんだろうとか、どういう価格帯だったら売れるのかとか、どういうレター書いたら売れるのかとか、まあ、そういうのを探求、追求していかないとそれはダメですけども、ただある一定まで、ある一定までの信用を稼ぐことができたとするならば、正直、 どんな方法でも大抵売れますよ。信用を稼いでればね。圧倒的な信用を稼いでれば。だって久保さんなんか昔ローンチやってましたけど、今ローンチなんかやんなくていいでしょ。一本でいいんですよ。一、二本で動画でセールスするだけで売れるんですよ。それは何かっていうと、信用を稼いでるからですよね。だから販売手法っても、もはやいらないっていうかね。信用をた、信用を大量に稼いでれば。信用を大量に稼いでれば、はんあのセ、セールス不要なんですよ。うん。 もちろん信用をね、全員、信用を稼いでたら絶対売れるのかっていうわけじゃないですよ。ただ売りやすいと。だからそこに、市場のニーズと、お客さんのニーズと自分が提供する商品がマッチングしていればいいだけなんですよ。マッチングしてればね。いや、実は久保さん FX やりたかったんです。FX 興味あります。それだけでいいんです。じゃあ誰から習うんですか信用が圧倒的に稼いでる久保さんの塾を選ぶって話ですね。うん。だからそこはもうマッチングしてればいいだけなんで。 でもそれも結局お客さんの声聞いてたりとかすれば分かりますからね、うん。どんな商品を提案すれば売れるのかっていうのは、うん、やってればね。うん、はい。いってらっしゃい。